どうも皆さんおはようございます、カリューです。はい、今日もやっていきましょう。早川隆久投手のスタープレイヤー第2回目でございます。前回はですね、見事オープン戦のミッションを見事クリアして開幕一軍を、掴み取ったというところで終わったと思います。そして今回は、プロ初先発初登板の方をやっていきたいと思います。対戦相手は日本ハムファイターズということで、日ハムといえば足が速い、西川遥輝選手がいて、ムードメーカーの杉谷選手がいて、そして大砲の、ね、永田翔選手がいてという、まあ、チームなんで、とりあえず今回はですね、永田選手をノーヒットに抑えることと、そして西川選手もノーヒットに抑える、全体の安打数も、ね、日本ハムをの1試合の安打数も5安打以下に抑えるっていうことを、今回目標にしてやっていきたいと思います。ではやっていきましょう。さあ、日本ハムとのカード2戦目でございます。さあ、プロ初先発初登板の日でございます。やっていきましょう。さあ、そして、さっき言った西川選手、杉谷選手、そして中田翔選手はスタメンですね。やっていきましょう。札幌ドームです。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの2回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目していらっしゃいますか？まあ、1、2番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。はい、では1回の裏のピッチングやっていきましょう。1回の裏、ファイターズの攻撃です。ファイターズはご覧のようなオーダーとなっています。西川が打席に入ります。2試合当たりが出ていません。赤星さん、注目の初先発となりましたね。初めてのピッチャーと対戦する時のポイントはありますか？映像では見てると思うんですが、実際に打席に立つと感覚の違いが出てくるので、やはりバッターを振っていきながらタイミングを合わせることが大事だと思いますね。どうやって攻略していくんでしょうか？注目の立ち上がりです。外外れてボール。さあ、仕留められるか。見逃し三振、ワンアウトです。バッターは2番に入っている杉谷。早川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上、早川、そしてキャッチャーは太田。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。力のあるまっすぐですね。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクです。取ってツーアウトです。バッターは DH 近藤。ツーアウトになっています。インコース決まっています。155キロがいきなり出ました。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。打ちました。サード取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。はい、1回の表は見事ですね、西川選手からプロ初奪三振を奪ってですね、三者凡退に、打ち取ることができました。では、2回の裏のピッチングやっていきたいと思います。永田翔選手との初対決です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあ、ファイターズ、この回は4番から始まります。バッターは中田。ファイターズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ、赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。引っ張った、鈴木、アウト、ワンアウトです。打席には5番バッター太田。昨日のゲームでは無安打に終わっています。早川、まずは先頭バッターを打ち取っています。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックス渡辺、ツーアウトになっています。この
回のファイターズ打線ですが、早くも2アウトになっています。ちょっと相手を楽にさせて。2球目打ちました。ヒットになった。これで5試合連続安打。2アウトランナー1塁。バッターは7番に入っているビアヌエバ。2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを1塁に置いています。高めストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。これが5球目。インサイドファールボールです。これでフルカウント。ここからは確実に狙っていきたい。インコース打ちました。いい当たり。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。ファイターズチャンスになりました。ツーアウト二塁一塁。さあファイターズ先制のチャンスを迎えています。まあ取れる時にしっかり点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくる。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。攻め切ることができませんでした。先制点かと思われたのですが、最後は三振に倒れました。はい、2回の裏は、ね、連続ヒットでちょっとピンチ与えちゃいましたけど、最後はね三振に打ち取ることができたんでよかったです。3回の裏のピッチングやっていきましょう。3回の裏、追いかけるファイターズの攻撃。バッターは9番に入っている中島。ファイターズビハインドで迎える3回の攻撃です。先制されてしまいましたけども、この回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。三振になります。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター西川。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですよね。早川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。まあ今のはよく見ましたよね。膝元変化球がわずかに外れています。平行カウント。変化球空振り。ツーアウトになっています。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。打席には2番バッター杉谷。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。鈴木が抑えて3アウトチェンジです。はい、3回の裏でもですね、見事三者凡退を抑えることができました。この調子でいけば、完封も見えてくるんじゃないかなと思います。では4回の裏の、ピッチングやっていきましょう。日本ハムファイターズ4回裏の攻撃になります。近藤がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ファイターズビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね。見逃して三振になります。ワンアウトです。これで5個目の三振を奪われました。バッターは4番中田。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。早川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。浅村が掴んで2アウト。5番バッター太田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。2アウトになっています。2球目打ちました。ここはフライになっています。取って3アウトです。さあ、4回の裏のピッチングも見事でしたね。三者凡退を抑えることができました。ね、中田選手もきっちり抑えれたし、太田選手もピッチャーフライを打ち取ったんで上々かなと思います。5回の裏、追いかけるファイターズの攻撃。バッターボックスには6番渡辺。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。期待しましょう。引っ張った。サードゴロ。取った。アウト。ワンアウト。打順は7番ビアヌエバ。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。引っ張った。ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックス宇佐美。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。
三振です。ツーアウトになりました。バッターボックスは9番中島。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。今度はアウトコース打ちました。浅村が掴んで3アウトです。さあ5回の裏のピッチングですが、ディアネーバ選手に今日3本目のヒットを打たれてしまいました。もしかすると、警戒すべき相手はビアヌエバ選手だったかもしれません。さあ、6回の裏のピッチングやっていきましょう。はい、6回の裏、日本ハムファイターズ打順よく1番から始まります。バッターは西川。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング2球目打ちました。レフトバックする、バックする、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。西川、これが自身本日の初ヒットに。初球はストライク、ストレートが決まっています。見逃しましたがストライク、三振。初球はストレート決まっています。ここは見送ります。これが3球目、低め空振り、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ファウルになります。さて赤星さん、バッターの近藤対比、引っ張った、これはどうだ、一二塁間を破る、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、タッチはアウト、これでツーアウト、バッターランナーは二塁到達、ツーアウトランナー二塁、打席には4番バッター中田。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ツーアウトランナー二塁です。赤星さん、この中田、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。左ピッチャーにはやや弱いですよね。引っ張るのが好きなバッターなんで。打ちました、取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。はい、6回、裏のピッチングですが、ちょっとですね、さっきの本当、6回裏は危なかったです。ライトのノベル選手がですね、見事レーザービームで、ね、ホームで刺してくれましたけど、それがなかったら、ね、プロ初失点を喫しているところでした。危ない危ない。さあ7回の裏のピッチングやっていきましょう。日本ハムファイターズラッキーセブンの攻撃になります。バッターボックスは5番太田。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ファイターズ点差が離されて終盤7回の攻撃です。赤星さん、チャンスを作るには、打ち上げました、浅いフライ、3球目打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。6番バッター渡辺、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。早川、まずは先頭バッターを打ち取っています。緩いボールできました、いい当たり、これは浅いフライ、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには7番ビアヌエバ。点差はありますけど、最後まで諦めないでいい攻撃、いいプレーを見せてほしいですね。さあ残り回も少なくなってきましたが、しっかりと点を返していきたいところ。このチャンスは空振りの三振。バッターボックスには代打の清水。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。そうですね、この起用に応えたい。低め、これは外れた、またインロー、見送っています。ボール、ファウルになります。空振り三振、チャンスに打てず三振です。スリーアウト、チェンジ。はい、7回表のピッチングですがね、ツーベース打たれてやばいかなと思ったんですけど、ね、ビアンヌエバ選手と清水選手を連続三振に打ち取って見事、ピンチを脱することができました。あと1個三振取ればね、2桁脱三振なので、頑張ってこの調子でやっていきたいなと思います。では8回の裏のピッチングやっていきましょう。8回の裏、追いかけるファイターズの攻撃。バッターボックスには9番中島。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ファイターズ点差が離されて8回の攻撃を迎えます。
見逃して三振です。ワンアウトです。これが10個目の三振となります。今のがストライクですかという感じでバッターなかなか諦めがつきません。しかし判定もちろん覆らず、まあ要素インサイド決まっています。スピードボールを持っています。これは手が出ないか。ノーボールツーストライクです。空振り三振、あえなく三振です。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。まあ相手も三振を取りに来たボールだったと思いますね。2番バッター杉谷、今日はまだ当たりがありません。前の打席見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度は積極的に行ってほしいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。手元で伸びてくるようなストレートでしたからちょっと手が出ませんでしたね。8回の裏のピッチングですが、3者連続三振で、奪三振を12まで伸ばしましたね。素晴らしいです。さあ最終回、あとアウト3つ取れば、プロ初先発初登板初勝利無四球完封ということないですね。ではやっていきましょう。日本ハムファイターズ最後の攻撃になります。近藤がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ファイターズ点差が離されて最後の攻撃となります。チャンスを作るにはとにかく打った、大きな打球になった。これはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。打順は4番中田。まあ最後まで集中して意地を見せてほしいですね。さあ後がないこの場面、どういった攻撃を見せてくれるか。ふわふわっと上がった、ピッチャー取った、内野安打になった。これで5試合連続安打。バッターボックス太田、今日はまだ当たりがありません。初球抜けた、セカンドランナー帰れるか。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。ファイターズバッターボックスは6番渡辺、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。チェンジアップには反応しません。ボールです。ファウルになります。インコース、これは外れます。チャンスの場面でしたが見逃し三振。抜けていった、三塁へ送球、サードランナーホームイン。ファイターズ今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。まず際どいコースをついてきました。もう一回インローに持ってきました。見ていった、見逃し、ファウルボールです。さて赤星さん、バッターの中島対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左ピッチャーを苦手にしているということはないと思いますね。ああそうですか。ランナーは動けず見逃し三振です。試合終了、残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。赤星さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、ただこういう、はい、ということで見事プロ初登板初先発無四球完投を飾ることができました。ちょっとね最終回、崩れてしまいましたね。ちょっとそこは反省かなと思います。ちょっとヒット10本2失点、ちょっと変化球とかストレートが甘く入っちゃったかなっていう感じですね。で投球の成績見てみるとね、15三振取ったのはいいんだけど、ヒット10本はちょっと打たれすぎかな。次投げるときはこの10本というのをさらに少なくやっていけたらいいなと思います。もちろん失点もゼロで、プロ初完封を今度は目標に頑張ろうかなと思います。とりあえずね初勝利だったんで合格は合格ですね。はい、では次の登板が4月の1日かな、までちょっとスキップしようと思います。
さあ結果はどうかな。ああ負けてしまいましたね。で今度は場所を移して福岡ヤフオクドーム、この時はまだヤフオクか、ペイペイドームですね今の。さあどうかな。お勝ちましたね、素晴らしい。はい、ではヤフオクドーム、2戦目ですね、やっていきましょう。さあどうだ、負けてしまった。あっとチームは5位に転落、調子が上がりませんね。さあ3戦目はどうかな。お勝ちましたね。はい、ここは、自由行動日なので、カットし、させていただきたいと思います。それではカット。はい、ところ変わって楽天生命パーク宮城ですね。さあホームに戻ってまいりました。でロッテ戦ですね、やっていきましょう。はい、結果はどうかな。はい、結果勝ちましたね、よしよし。はい、4月1日になりました、ロッテ戦、ホームでの初先発という日ですが、今回はこの辺で動画を締めたいと思います。いかがでしたでしょうか。さっきも言いましたけど、ちょっとね、ストレート変化球ともに甘く入って打たれたかなというところはあると思うんで、次回からはちゃんと甘く入んないようなピッチングを心がけていきたいなと、操作を心がけていきたいなと思います。はい、それではそろそろ、動画締めたいと思います。この動画面白いな、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。コメントもどしどしお待ちしております。そしてですね、昨日もちょっと話をしたんですが、私オフセという、サービスに入っておりまして、まあ、どんなサービスかというと YouTube でいうところの投げ銭、スパチャのような機能です。そのお布施も、どしどしお待ちしております。お布施の細かいことはですね、概要欄にあの URL を貼っておきますので、そこから飛んでみていろいろ説明を見てみてください。最低額、50円から始められる投げ銭サービスでございます。よかったら皆様よろしくお願いします。お気持ちで結構でございます。ということで今回は締めたいと思います。ここまで見てくれた皆さん本当にありがとうございました。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。